皆さんこんにちは。アートのお時間です。はい、いつも、木から粘土を使った作品を、作っておりますが、今回は猫ちゃんではありませんでして、地球と共に生きる自然霊、妖精、自然霊さんです。精霊さんですね。その存在を作りました。はい、3体います。はい、この子が一番ぽってりちゃんですね。頭には空気中のね、水分を、キャッチするようにしずくつけてます。よいしょ。振動があるとね、揺れます。この方たちは足がなんと6本なんですね。はい、この子ですね、ちょっと女の子っぽいですね。センサーは2個あって、顔はね、ちょっとシャム猫ちゃんみたいな感じになっています。ちょっとお猿さんにも見えますね。尻尾はこんな感じ、ところどころね、こういう丸い模様が入っています。切り株、木のね、精霊さんなので切り株になっています。あ、揺れてますね。しずく、はい、ではでは、もう一人、はい、この子は地面にね、いる子なんですけども、ちょっと猫ちゃんみたいな8割さんですね。アンテナは1個ですね。なんておしゃべりするのかな。ハウ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 って感じかな。お顔はこんな感じです。はい。頭にね、蝶々がついてるみたいですね。雑貨はね、ナチュラルキッチンさんでこの雲型トレイが売ってまして、もうこれを見た途端、あ、買いに行かなきゃと思って買いに行きました。葉っぱはこれね、手芸店でも売ってるリーフですね。やっぱり精霊さんなんで葉っぱと木はね、外せないですね。うん、いい感じ。ちょっとテーブルを揺らしてみましょうか。こんな感じで、アートの時間でした。木の精霊さんでした。ここまで見てくださってありがとうございました。いい風。